南康雄は日本の作曲家、編曲家、指揮者、本名岡田貞夫。京都市左京区出身、京都市立堀川高等学校音楽科卒。合唱曲の作曲や声楽曲の編曲を数多く手がけた。代表作品に詩人蓬莱大さんの詩をもとに作曲したチコタンは現在も児童合唱の定番曲として有名。 他にも蓬来が作詞した日記の歌、お菓子の歌、日曜日一人ぼっちの祈りなどがある。いずれも詩の世界は深刻で衝撃的な内容をはらんでいるが、児童合唱団には好んで取り上げられている。長年 NHK テレビの専属編曲家として活躍し、連続テレビ小説の私は海、八歳先生のテーマ曲を担当したのをはじめ、みんなの歌、 音楽の広場、名曲アルバム、歌謡チャリティーコンサートなどにその名が見られる。また、歌謡チャリティーコンサートでは長年にわたり指揮者としてタクトを振るった。NHK 以外にも、MBS 系、アップダウンクイズのオープニングテーマ曲やジングル音楽を1970年代後半の一時期担当。他にも、同曲の新助のグリコがっチリショッピングや、朝日放送系。 三子の大真面目結婚ゲーム三子の結婚ゲームの OP テーマ、ジングルを担当していた。この他にも、全国の小、中、高校の校歌などの作曲も多く手掛けていた。2012年2月29日、第63回 NHK 放送文化賞を受賞。2012年8月21日、人不全のため死去。81歳没。 本文に挙げられているもの以外には、以下がある。ありがとうございます。